ウッド軍はアメリカ合衆国をイオ州に存在する軍の一つである。2000年現在の人口は12万1065人、軍庁所在地はボーリンググリーンである。ウッド軍はドレド都市圏の一部である。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍の総面積は1607平方キロメートルである。このうち1599平方キロメートルが陸地。 8平方キロメートルが水地域であり、総面積の0.52%を水地域が占めている。2000年現在の国勢調査で、この軍の人口は121,065人、45,172世帯、及び29,678家族が暮らしている。人口密度は76人、平方キロメートルである。30県。 警報キロメートルの密度に47,468世帯の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は、白人94.83%、アフリカン・アメリカン1.27%、先住民0.23%、アジア1.03%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種1.45%、及び、混欠1.18%、 人口の3.33%はヒスパニックまたはラテン系である。人口のうちが36.3%はドイツ系、9.9%はアメリカ系、8.2%はイングランド系、8.0%はアイルランド系、5.8%ポーランド系移民の子孫である。45、172世帯のうち、 32.00%は18歳未満の子供と同居しており、53.90%は夫婦で一緒に生活をしている。8.50%は夫のいない女性が接待主であり、34.30%は独身である。全世帯の25.80%は一人暮らしであり、9.10%が65歳以上である。 平均世帯人数は2.51人であり、平均家族人数は3.04人である。この軍の住民は23.70%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下は17.20%、25歳以上44歳以下26.80%、45歳以上64歳以下が21.30%、 65歳以上が11.00%で、ある。中央値年齢は33歳である。女性100人あたりに対しての男性の人数比は93.80人で、ある。18歳以上の女性100人あたりに対しての男性の人数比は91.10人である。この群の一世帯ごとの平均的な収入は44,442ドルで、あり。 家族ごとの平均的な収入は56,468ドルである。男性4419ドルに対して女性は26,640ドルの平均的な収入である。一人あたりの収入は21,284ドルである。人口の約4.70%及び家族の9.60%は貧困線以下である。 全人口のうち18歳未満の7.40%と65歳以上の5.80%は貧困線以下の生活を送っている。詳細は、オハイオ軍政府を参照ウッド軍のコミュニティ及び、軍区都市村軍区他のコミュニティ。ありがとうございます。